はい、不動産投資塾塾長の菊ちゃんです。今日はね、空室でお困りのオーナーさんとかね、今まで、これから不動産投資を始めようかっていう人に対してのお話っていうのを続けてきたんですけど、今日はね、当然空室が多いオーナーさん向けなんですけど、多くはないよと、残り一部屋、あと一部屋で満室になりますっていうオーナーさんもこの中でいると思うんですね。あと一部屋か二部屋ね、残りわずかだよっていう方が多いと思うんですけど、そういう方もいらっしゃると思うんですけど、そういった方に向けての今日はね、秘策といいますかね、やり方、それを埋めるための方法をちょっとお伝えしていこうかなと思います。うちね、ワンルーム今持ってるんですけど、実は一部屋ちょっと空いてましてね、でそれが今年とね、10月末に空いたんですよ。で、残り、10月、11月、12月、残り3ヶ月なんですけど、3ヶ月の間にね、おかげさまでその、部屋が結構埋まってましたので、経費をね、もうちょっとかけていかないといけないっていうことでね、ゼリーさんと相談して、一部屋をね、各家電付きっていう形で変えたんですね。各家電付きに変えましたらね、法人さんからの問い合わせが増えてきましてね、今ね、お申し込み入って、今日つい先ほどお申し込み入ったんですけど、残り1部屋か2部屋ぐらいでしたら、冷蔵庫、洗濯機、場合によっちゃテレビとかね、その辺もつけてあげると、次の入居者っていうのは入居を促すことが結構簡単なんじゃないかなっていうふうなね、提案でお電話させてもらいました。あとね、経費ね、オーナーさんいろいろ経費、アパートオーナーさんとかでしたらね、経費のことっていうのはね、いろいろ考えていかなければいけない。当然税金もね、12月個人でされている方でしたらね、12月の、確定申告までにね、年末調整までにね、ある程度形を作っていかないといけない。確定申告も当然そうなんですけど、経費もかけていかないといけないっていう方にはね、各家電をつけるっていうね、一つの方法じゃないかなっていうふうに思います。本当ね、効果はもう如実に現れましてね、うちの掲載している物件っていうのもね、それに合わせて各家電がついてますよっていうことで写真を載せてね、掲載すると本当すぐ決まりました。この方法っていうのはね、意外と使えるんじゃないかなと。法人さんの方もね、昨今やっぱり人の入れ替わりが結構激しいのでね、家具家電をつけてあげると、なんて言いますか、次のね、入居者に対する、今ね、レオパレスがね、家具家電ついてるレオパレスを嫌がる法人さんが多いので、そういった面ではね、一つチャンスなんじゃないかなということでね、この動画がなんかヒントになればね、いいかなと思います。事実で、ね、レオパレスさん、うちも過去何度か契約させてもらったこともあるんですけど、部屋によってはね、冷蔵庫、洗濯機、エアコンは当然なんですけど、ついてる、テレビもね、あとインターネットも使える部屋もね、当然あってね、すごくね、法人さんっていうのはそういった意味で助かってたのかなと。だから今ね、これ動画を見られてるね、個人のオーナーさん、チャンスですよ。今ね、家具家電つければね、結構ね、部屋を埋めるのはね、簡単なんじゃないかなというふうにね、手応えとして感じてます。ということでね、またね、ワンルームはね、年間通してね、必ず1部屋2部屋ね、アパートマンション持ってる方っていうのはね、空いてきますのでね、この方法っていうのはね、使えば結構効果的なんじゃないかなってことで、今日はこの動画を終わりにしておきます。では今日どうもありがとうございました。